やるか。自分のゲップってさ、あれだね、今ちょっと録配信に乗った自分のゲップの音聞いたんだけどさ、自分で発してるよりえぐいな。うざってなる。 あれもそうですよね。結局こう俺が喋ってる声と皆さんの耳に届いてる声っていうのは、やっぱり聞こえ方が、体内のやっぱ、器官を通してミディなのが。ダーマス FF。 え、ダーマスなんか プレステの FF7 やりかけなんだけど 俺の処女をダーマスに捧げることになるかもしれない。やっか。しゃ。やっぱり幽霊だったんだ。ちょうどあれですね、前回のラブライブ、子供たちと幽霊を挟み撃ちにするぞっつって鉢合わせになってしまった感じですね。ダーマスと FF7 やったらあれかな。お、久しぶりだね、コラボ。ポンヘトシヒロ以外で、あれじゃない、リア友コラボ実況久しぶりじゃない。ホンヘと実況を撮ってたのなんかもう7年前ぐらいで、今度ホンヘと連絡取ってみようかな。ホンヘにオートマタやらせたいんだよな。まあ俺がクリアしてからだけど。配信やろうぜっつって乗り気になるのがね、トシヒロしかいねえって。他のやつらはあんまり。ダーマスがね、 FF7 にだけはやたら食いつくんだよね。ねえさ、あいつがだってもうゲームに興味ねえよって言ってたんだけど、いやプレステ4なんかあっても持て余すだけだからっつってたのに、 FF7 だけすごい悩んでんだよあいつ。ダーマス実況かもしれないですね、実況配信。ダメだからね。ガーマスでも忙しいかな。月1ぐらいでできればいいな、それやるんだったら。で、月1で FF 配信してクリアするの何年後になるんだっつう話だろうな。トライバルあかんって、もう知らない人ですね。誰ですかそれ。あ、あれか、バイオハザードめっちゃ上手い人だよね確か。そうです。なんでいきなりトライバルの話題降ってきたの。あれ生きてんの、あれの友達どうやらソーズしかいないらしいぞ。バツフォローしてないって言ってたし、マサルは赤ヒレンと同じくらいつまんねえって言ってたし、誰かトライバルの動画、今度バイオ配信するとき教えてください。コメントはしないんで、ロメで見る。嫌いなわけじゃないからな、俺はな。こうやってネタにしてる時点で嫌いじゃないからね。本当に嫌いだったら名前出さねえから俺。今朝ぶりだな、そうそう。あ、消えた、そうそう。そう、今日もダイイングメッセージ。今朝頑張ったのにな、9コメントも打ってったのに。動物の森やってなかったな。いやーでもな、ペルソナやっぱクリアしないな。明日こそだな、明日こそペルソナクリアだな。クリアっつうか配信でできるっすとこは。何無理やり奪い取る、落とす、警察に報告する、たこ焼きに頼む、にらみつける、説教で取引する、トモヤミレイに頼む。これはどうなんだ。
に行っちゃダメでしょ。ミレイちゃんに頼む。取引か。取引ならいいんじゃないか。どうでしょう。おしゃこんは俺の配信に永久にいるからね。あ、取引する。一緒になった。うぅ、春の一緒になった時点であってなったんで。幽霊、俺ちゃんと読んでなかったわ。トライバルのせいだ。トライバル死ね。俺だってわかんねえよ。拾ったんだ、これって。が拾ったんだ。取引じゃないのか。いい線いってると思ったんだけどな。絶対渡しちゃダメよ。一切見えないように後ろ手に隠した。なんでなんで子供を送る親の気持ちになってる。警察に報告。諦める。高雪に睨みつける。無理やり奪い取る。聞いてみるか。じゃあ睨みつける。諦めるか。これも違いそうだな。でもな、でも分かんねえマジで。取引だと思ったんだよな。春な、やっぱ諦めるなんだ。これはちょっと意外だったな。春な、子供元気そうでよかったな。うん、そのうち顔が俺に似てくるから。うん、ニョキ念を送っといたから。俺に似た子供やだな。顔怖いな。こんばんは、どうも。へい。取引じゃ、取引が一番それっぽかったんだけどね。こいつ優しくされるとあれだな。優しくされ慣れてないんだけど。ミレイ絶対高雪のこと好き。絶対好きだよなこれな。ラブコメの波動を感じる。マサル来てねえんだけど。使えねえなのおっさん。よいしょ。ありがたいですね。おお、結構見てくれてる。おかげさまでランキング安定しそうですよ今月も。うん、219位か。だいぶいいっすね。スパー、あの影は一体どこ。小杉十郎太さん風に本当に煙のように消えてしまったというか。出せるわけねえ。あんな渋い声出せん。春な、幽霊でも落とし物。消えた理由か。周囲を捜索。他の場所、周囲を捜索。なんか抜け道とかあんじゃねえか。ここで休むやばすぎるんだけど。託児所よ。周囲で聞き込みか周囲を捜索かな。とりあえずこれかな。
らどうよっぽど安定っすね。ハルナ追いかける必要はないだろう。かわいいなこいつ。当たりでした。創作。今日調子いいですね。いや一回死んだわ、うん、開幕死んだわ。6時間やったの結構やっとるね。街灯消えた。ずいぶん、まあさすがに狭すぎるか。子供とて、奥の道街灯堀近くに電柱があるか。うん。奥の細道。いやこれでしょ。絶対これでしょ。ああ。方が粗大ごと。ありがとう。かなり、うん、わずかな時間で。まあそうなんだよな。木戸朝と神抜き何かで占められているようだ。ああ開けてもらった。直すぎるか。金網デスマッチ。そういえば俺 FF8 2個持ってたんだけど、欲しい人あげます。うん、プレステの FF8 2個持ってます。誰か欲しい人いらっしゃいましたらあげますんで。廃墟の堀トタンか。うん、まあ無理だろうね。ペボってなっちゃうでしょ。どうだ、なにまだ調べられてもあんの。
本能。わかんねえんだけど。カートの貼り紙これか。犬を探してます。ああそのようだが。何本当だ。候補になりそうだ。これ電柱の張り紙。さすがにアパートの。あちょっと待って、ここなんか黒くなって、えここ、うん、下から潜ったとか。お、なんじゃ高い血。これは警察に行って、うん、道を通ったということが分かった。看板、痴漢ひったくり、ゴミ箱、うん、クマ、ほう、粗大ゴミ。おお、なんだこれ。なんか出てきたぞ。そうだね、気持ち悪いな。せっかくなんで、うん、軌道、新宿、道滑りやすい材質、まだ調べられるとこあんの？
回も連打しちゃった、 X 押しちゃった。ほん、お、なんだ、お、足跡。ホールの飽きてんじゃん飽きてんじゃん。スパー事務所に戻るか蹴りますか。じゃあ、え、白い幻ホログラフ、え、悲しそうに、やべ、戻ってきた春。なんとなく寂しくなった。一番間違えた、落とし物をしたバカにするため。バカにしやがって。遊びたいから命令された、捕まりたいから話をしたくなった、怖くなった、なんとなく。これでしょ、ホールの、ホールの w w わざわざ自分から姿を見せることはありえない。うん、春菜おもろいな。うん、なるほど。ただいま。おー、俺の陽子、例えばなんで3人で行動しない。まあ何かあった時のために事務所に、うん、確かにそれは大事か。うん、子供への罪滅ぼしということか。時間かかりそうっすね。
冗談だ。なんか神宮寺三郎トグロに見えてきた。トグロに似てねえかこいつ。してる仲間外れにされとる。え、石田純一新型コロナウイルス感染。マジか。うわー、また大物来たな。無事だといいですけどね。なんもないと。マジかよ。ほんと早く収まってほしいっすね。あ、れいこさんか。美人やな、やっぱ。ドラマの話かしら。この私を見くびらないでください。なになに、夢落ち？俺そうっすね。できればなんか自分の身は自分で守りたいですけどね。わかんないかんね。もう正直運だよね。運だと思う。かかるかどうかも運だし、だって全く人と接せないとかはまず無理でしょ、生きてく上で。山奥で仙人みたいな暮らしするしかなくなっちゃうよ。神宮寺さんから離れないように。そう、あとはかかったとして仮にそのあれですね、もう本当にダメな人はなんか数パーセントだから、そっちに入ってないことを祈るしかないよね。あとはまあ年齢のあれですかね、祈るしかねえよな。それ以前に俺めちゃくちゃ不健康だから、まずこれを機に直すか。これを機に直すか。うん、話さない方がいいわね。美人。うん、止まったのか。これは匂いますね、れいこさん。美人。だいぶ匂いましたね今、れいこさん。
運ゲーっすね。うん。ああ、陽子ちゃんかわいい、好き。来たな。寝癖。寝癖じゃなくてこういう髪型の春だ。ハハハハ。うん。佐藤明。おお。天の岩戸開いたか。春の。サブローもう春菜言いすぎて春菜のこと好きになりつつあるだろ。あのうちの職場に入った新人の子がいるんですけど、年の頃を聞いたら22歳だそうで、うわーってなったうえーってなった。若いなー、そんな時代があったんだなって。若い頃はやっぱ遊んどいてよかったなって思うわ。本当に若くて遊ばないやつはもういつ遊ぶのってか俺ぐらいの年になって思っちゃう。うん、だろうな。屋敷までは一人で大丈夫なのか。うん。よく行きましたからね、若い頃はカラオケとかダーツとかビリヤードとかボーリングとかね。今日は陽子ちゃんで露骨に。愛し合ってるなこいつらは。うん、うん、気持ちの整理がついたのか。目的は何だ。これは違う違う違うだろうな。嫌がらせ違う、わからない。遺品、お前に告訴、復讐、慰謝料の請求。じゃあ行きましょうか。告訴違うでしょ、違う、慰謝料違う違う違う、遺品、お守り、お守りじゃねえ、お参り、お参り行くんだったらわざわざ三郎に言うか。どうじゃないですか。
ちゃんに任せる。お参り。そうだね。いや他に何かあんのかなって。陽子も陽子も思っただろうな。サブローって。確かに、いや普通すぎるかなって、俺いつもそう考えちゃうね。だからダメなんだろうな、普通すぎるなって思っちゃうんだよな。おお、スパルしかねえね。うん、行きましょうか。まあ茶でもしばいててくれや。うん、そうなんだよね。なんか言いたいことあんのかね。89%、87%、4%、4%はやばいな。あ、ちょっと待って。OK。弱々しく笑う。お、思い出したっけ。確かに。すげえ顔されてる。すげえ嫌そうな顔されてる。サブロー春な。おお、いがったいがった。なんだよ、いい趣味してんな。まさかなんだっけ、高雪が拾ったのってそれ。いや、さすがにそれはちょっと都合が良すぎるか。
その時どういうあれだったのか聞きたいけど。態度悪い。話しましょうか。ですか。あれ、あ、聞かない。おう。下ろしたんだよな。絶対流れ的に。かなと思ったけど、やっぱあれなのかね、子供が産めない体だったからっていう。そういえばそういうあれだったね。産めない体なのかな、レイコさんは。跡取りが必要。車がない関係なくね。お金がないっていう。確か BL の作品がお金が、お金シリーズっていうのこれじゃないですか、まあ、この間の話の流れ的に。それってどうなっちゃうの？だって玲子の立ち位置つうか、あー、なんかすげえ話だな。
答えをせかすピンチをする、そうで静江を殴る。笑う、帰る、鉄道の殴る。やっぱトグロじゃねえか。終わって入りましょう。じゃあ我慢の限界というものがある。うん、だでな。そう、グーの音も出ねえだろ。これピキンするまでもないだろう。これはするまでもないって。産まなかった、産めなかった、奪われた、していない中に誰もいないじゃないですか。友人に譲った嘘をついてからかって、産めなかった、産まなかったですね。下ろしたんでしょう。名刺にしたらどうなる？あれ、ああそうか、名刺か。2枚目。うん、今なら想像がつく。車？懐中時計か。メガネ。これだな。死なないのかな、この選択肢は。気になる、落ち着いたもん。いやまあそりゃ無理よな。ぶっ飛んだ選択肢ばっかりやった。しゃあないだろう。ああ。
大変なことが。懐中時計。でもなんかなあ、すっきりしねえよな。スパー。ああ、そうでしたね。危うく事務所に帰るとこだった。投げっぱなしじゃん。哲夫さんの方が人格者だな。家柄とかなんかも、まあなあ、後の祭りってやつですよ。
っちゃう。持っているであろう人物。手がかりか。したらやっぱあの落とし物じゃないか。託児所。陽子くん。それよね。ポンコツかわいい。セーブ多いな。うん。ふ。楽しそうやな。長かりを奪う。世間話、説教、警察無視、にらみつけたがってるね。これでいいんじゃないですか。何もしない。陽子くん。信用できねえ。なんでだよ。ライバル。そうじゃない。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。まあ。どうする？あとついていく。睨みつける。取引する。交渉と取引。
諦める、ネガティブ、あはははは、終わったくそー、うん、あとついてくるがよかったのかな、あの話の流れ的には。うん、無視する、ふい、陽子くん、あとをついていく、まあ流れで、諦めましょうか、陽子くんネガティブだなさっきから、尾行、なるほど、尾行ではない、嬉しそうだぞ陽子、陽子くん、ああ、なんかとりあえず20代に乗せときちゃう、ういっ、うん、なんかあれみたい、外人の4コマみたいな、パワーするか、ゆうちゃんのとこ話してた、ゆうちゃんの噂が出てるとこ、3カ所ぐらい出るった、そうか、こういう時の、もうちょっと調べてみればよかったのか。
西口じゃねえ。ファイト。やっぱ外人の4コマに似てる。あるだろ、そろそろ。楽しそう。買い物。TPO。関係者、そう見えるか。警察、惜しい。売れない探偵、正解。本当にいたんだ。これ協力してくれんじゃないの。リアリストだな。もう YouTube やるしかねえな、サブロの顔、この顔である。まんざらでも。なるほどな。よし、というわけでじゃあ今日はこんぐらいに。1分なんだけど、このセーブの間隔。6時間43分から44分。
1分なんだけど、この間10分に1回ぐらいでいいと思うんだよな俺。こまめにか。よし、じゃあ終わりますか。いや、だいぶ面白いっすね。いい感じになってきましたね。結構長そうですね、このゲーム。